ちょっと今小屋キーさんも指示がございますね。ツッコミの指示まであんのかよ。ツッコミの指示まで、そんなことまで指示すんのかよ。すげえな、大御所は。9時ちょうどになりましたら、10秒ほどのオープニングを経て、小屋キーさんいよいよ登場と。というかもう行くか、もうね。この時間無駄だよね。あと3分ぐらい待つとか。いいっすか、小屋キーさん。行っちゃって。もう行っちゃいますよ、じゃあ。よっしゃ。はい、10秒後ぐらいから、さあ、小屋キーさん、繋がりました。繋がりましたでございます。ライはトゥルー、あなたは信じる。ちまたに転がる都市伝説紹介。どうも、小屋キーでーす。いや、小屋キーさん、チャンネルが、ちょっと、すいません、小屋キーさん。え、チャンネル、ちょっと間違ってるっすね。いや、え、今日口先女について。いや、そんな段取りはしてないはずですね。いや、違う。ワンピースです。ワンピースです。都市伝説じゃないです。間違ってます。スタッフどうなってるの？ちょっと移動する。なんかこの茶番が、すみません、茶番をちょっとやめていただいて、どうも、小池です。何なんすか、小池さん。はいはい。何なんすか、小池さん。報道の最終考察にし、結論から申します。やりてえ放題かよ。慌てております。やりてえ放題かよ、この大御所。ちくしょう。いや、はじめまして、小池さん。いや、ご出演ありがとうございます。小屋キーです。皆さんよろしくお願いします。一生懸命やります。よろしくお願いします。何なんすか、マジで。すごいわ。元気してる？いや、元気してますよ。何してんの？いや、もうライブ配信してますよ、今。頑張って。一生懸命やろうかなと思って。そうだ。あ、そう。はい、もうめちゃくちゃだ、この人。もう、ちゃんとやる気ねえよ。ちゃんとやる気ねえよ、この人。今日は東屋さんは残念ながらっていうことなんですね。そうです、今東屋くんはボイトレ行ってるんですよ。あ、そうなんですか。はい、日本一無駄なところにお金使ってます。もうこれ会社の経費っていうんで、なんていうの、僕の節税は持てますよ、これ。あ、そうですね、節税にはなりますね、はい、経費にはなりますもんね、多分。そうなんですよ、すいません、ちょっと僕だけで。いや、もう一人でもこの力っすからね、この動画の伸び。一生懸命やりますね、皆さんよろしくお願いします。いや、なんかこのお話をいただいたときに、もっちー先生からすげえご丁寧な LINE いただいたんですよ、ご挨拶の。はい、社会人ですから、それは。本当なんか、ちゃんとしてるんだなっていうふうに思って、はい、それで終わっとけばいいのに、よろしくお願いしますってお互い終わった後に、あ、はい、もう一言みたいなのが LINE がポロッと入って、はい、ただ、一つなぎの大秘宝を俺が見つけますって。何だろう。この文章いる？これ、何だろう。何が起きてきたの？いや、恥ずかしい。顔赤くなんな、俺。俺。俺から見た小屋キーさんたちは、もう、なんつうんですかね、チームとして、俺もチームで細々とやってるんですけど、チームとしてすごいなと、都市伝説のチャンネルと、もう1日1本ずつずっと上げてるじゃないですか。何本ぐらい上げてるんですか？1日2、3本は撮ってんですか？どういうシステムなの？1日にマックス16本撮ったときあるんですよ。そんな撮り方してんですか？で、小屋キーチャンネルだけで1ヶ月2億と。何の2億？違うんですか？小屋キーチャンネルで1ヶ月2億いってんじゃないですか？いってないですか？今日なんかルフィのなんか名言を言うみたいなこと宿題で言われてたじゃないですか、はい、宿題でルフィの名言聞かせてくださいっていうのは、はい、まさにそれ2億っていうのが僕の選んだところのシーンですごい重要なんですよ。俺今たまたま2億って言ったんですけど、そうですよ、僕のルフィの一番好きなセリフ、ここの巻なんですよ。何巻だそれ。これ35巻、ウォーターセブン編です。フランキーのとこが、はい、でウォーターセブン編で、はい、ウソップがね、お金をね取られちゃったんですよ。ああ、うわ、2億だ、確かに、あの辺ちょうど2億ベリーだったんですよ。はいはいはい。じゃあ今だったらね、小屋ちゃんがもう2億月で稼ぐんで、もう渡しますって言ってあげますけど。そうならへんのか。否定しないのか。でここでの2億って、はい、もう今ね、懸賞金がもう何十億っていうところを振ってますから、はい、あれですけど、はい、2億ってこの貧乏海賊団のルフィたちにはすごい額なわけじゃないですか。そうですね、しかも船を直さなきゃいけないっていう大切な金だったんですよね。そう、
でしかもそこで船をやっぱと分かれるかどうかっていうところの瀬戸際でウソップと喧嘩しちゃってる時で、さすがのルフィも精神的にちょっと不安定な、なんか珍しいルフィが見れるんです、この数話だけは。はい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 、はい、ちょっとナイーブな。そうなんです、そこで2億取られちゃって、すごいウソップが責任を感じて一人殴り込みに行くんですけど、負けちゃうんですよね、はい、負けちゃいますね。で負けてもうセリフも吐けないぐらい気絶してボロボロになっているんですけど、はいはいはい、もうそこでルフィたちがブチ切れるんですよ。はい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 、でブチ切れた時にフランキー一家に対して、お前ら骨も残らねえと思うって言ってるルフィが、はい、めちゃくちゃ好きで、うーわチーね、あちー、はい、あちーでございます、マジでございます、これは。あちいすぎて、はい、もうなんかギャップのルフィがめちゃめちゃ好きで、しかもこの時のルフィのお前ら骨も残らないと思うように、ちょっと振り向き加減で言ってるんですよ、これ。はい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 、なかなかだなと思うんですよ。そのルフィって昔は殺すとかよく言ってたんですけど、はい、まあ、はいはいはい、あの脇とか注意されて、小田先生がそういう表現はしないって言って途中からやめたじゃないですか。はいはいはい、はい、でそこからは倒すとか、まあ、そういう言葉に変わるんですけど、ぶっ飛ばすとか、はいはいはい、ぶっ飛ばすとか。ただお前ら骨も残らねえと思えって、その中で一番最大級にやばい言葉なんですうわそうだな、これを今回言おうと思ってて、モッチー先生ってそれめっちゃ語りたかったんですけど、はい、さらにここだけじゃないんですよ、このね、はい、あの話の数ページ後に、はいはいはい、最後のね、まあ、ページがあって、はい、ルフィがこう考えてるんですよ、こうやって。ああ、なんか月のなんかオブジェの上みたいなところじゃないですか。そうです、そうです。あ、そうですよね。そこで、決めたよ。ゴーイングメリーゴーとは、ここで別れよう。って言うんですよ。俺もう、このギャップがしんどくてもなんかもう、はい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 、感情がこう、さっきまでは一緒に怒って、一緒に戦って、スカッとして、その後に、メリーゴーとは別れよう。はいはい、っていう別れを口にするルフィ、つまりこの読者の感情がものすごいこう揺さぶられる、マックスで揺さぶられる回というか。そうなんですよ、しかも普通はメリーゴーとはここで別れよってルフィだって言うと思うんですけど、はい、ちゃんとゴーイングメリーゴーとはちゃんとなんか正しい名前で呼んでお別れを決断して言ってあげるっていうところで、さらにそのまあ言わずもがなですけど NS ロビー編を経て最後メリーゴと別れてもう号泣するわけなんですけど、はい、号泣必死ですね。はい、そうだからその仲間になるエピソードとか人との出会いの物語もめちゃくちゃワンピース感動するんですけど、例えば、ナミが初めて心を開いてルフィに助けを求めた助けてっていうセリフとか、はいはい、サンジが今までの古巣を決意して離れていくクソお世話になりましたとか、はい、ルフィの仲間になる時のエピソード大好きなんですけど、はい、別れることでこんなにも悲しくない別れにちゃんと持っていけてるっていうのが、こういう細かい描写ありきであのシーンにつながってると思ってるんですよね。はい、でそれで言ったら本名をゴーイングメリーゴーとは分かるようで言うと、はい、俺ウソップとルフィの喧嘩がとにかく好きで、好きというか、うん、なんていうんですかね、どっちの気持ちも分かるわのもう最上級で、ルフィはルフィです、お前それでも船長かってアイスバーグに怒られてるのもあるし、船長らしくここは決断しなきゃいけない、でもウソップは決断できないって喧嘩が、お互いのどっちの譲れない喧嘩があって、で決闘だってなるときに、モンキー D ルフィ決闘だみたいな、あそこで本名を言うんですよね、あそこもルフィ、まさにこのね表紙の部分ですからね。ああ、なるほどなるほど。でさらに、まあ、ここって僕の好きなルフィのシーンをね、その宿題をいただいたから答えたんですけど、はい、よくよくこの話読み返してみたんですよ今日。はいはいはい、そしたら考察ポイントをちょっと発見しちゃったんですよ。この同じ話の中で、はい、ルフィたち、まあ、ルフィだけが怒ってたわけじゃなくて、ここっていたのってゾロと、はい、サンジと、チョッパーなんです。はい、ルフィがまず先頭を切ってブチギレするんですけど、はいはい、ここのみんな今35巻ある人そこ見てほしいんですけど、はい、このなんかチビって言ってここのシーンあるじゃないですか。あ、はい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 、はい、ここのルフィって今だった覇王色のシーンなんですよね。覇王色の 目ですね。もう目がガチ切れの、そうです、ガチ切れをしてる集中線があるところなんですけど、はい、まだその器じゃないから覇王色はなんかこう発動してないんですよ。はい、今だったら覇王色が多分出てこの辺の雑魚ぐらいだったら多分気絶させられるじゃないですか。はいはいはい、だからここで、あ、まだこの時って覇王色はなかったけど、そういう目の片鱗は見えるんですよね。その次にブチ切れ、はい、ゾロ、今ちょっと絶賛覇王色かどうかで話題になってますよ。ゾロもね同じ目をねここでするんですよ、ここの同じ話で。うわ本当だ。そう、
だからここでも順番がちゃんとこう生きてるんですよね、両翼の。そう、そうくると次サンジがどうなってるか気になるでしょ。気になります。どうだっけどうだっけ。これサンジね、なんとここで、てんてんてんっていう思いを伏しながらめちゃくちゃ怒ってて、静かに、はい、なるほど。さっきのとは違う、さっきのとは違う代わりに、ちゃんと察してるんですよ、見聞色のようなもので。なるほどだから両翼として今と同じ感じにちゃんとなってるんですよね、ここでも。なるほどな。ルフィのブチギレに対しての2人の所作が今とめちゃくちゃ似てるんですよ。あっちいな、その話あっちいな。ルフィが今ああなって、まあ、覚醒というか新しい能力というか新しくなって、はい、でゾロも、覇王色があって、でサンジも刑務職バリバリですし、あの、はい、なんなら外国格と新しい、まあ、覚醒という要素があって、はいはいはい、じゃあ次チョッパーどうなるんやろと。小焼さん話うますぎません？もうめちゃめちゃ見たいっすわ。でいやそうです、全然ないです。どうなるか結局チョッパーも人の身であるから、まあ、モデルが明かされてないだけで何らかのモデルな可能性ってあるわけじゃないですか。めちゃめちゃ注目されてます今、考察会が、人の身、はい、結局何なんだっていう。ここで怒り狂ったチョッパーは、はい、ランブルのホームポイントなんですよね、戦いが。はい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 。これも最近ではその波長を変えてっていうことがまあ分かってるじゃないですか、はい、波長を変えるってことが、はい、そうだから波長を変えてモンスター化するのか、まあ、なんかこう分かりやすいそのなんだろう、覚醒というか変化みたいなのがこの先あるんだろうなと思ってるんですよ。はい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 、はい、このブチ切れた時っていうところがその一味の真骨頂の強さだとしたら、はい、それがちゃんと35巻の時には示唆されてんだなと思って。うわすごい、これめちゃくちゃ面白くないですか。いやめちゃめちゃ面白い。だからこういうことに気づかせてくれるのが嬉しいなと思って、モッチー先生とか今まであんまり絡んだことがない人にこういうこと言われると、はい、探すきっかけなんですよ、なんかね。はい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 。改めて見返すと発見がずっとできるんですよ。だからあの最新情報が出るたびに俺は1巻から101巻まで読み返したいぐらいなんですよ、本当は。いやですよね、はい、いやあっち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 でございます。あち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 、小道具も用意してるし、オープニングもなんかドタバタ茶番も用意してるし、大変申し訳ございません。今、関係ない映像が、映り込みました。大変申し訳ございません。終わり申し訳ございません。いやもうすごいわ、大御所やりてえ方だ。小焼さん、1044話は率直どうでした？1044話って、はい、まあ、もちろんネタバレとかの被害に遭われてると思うんですけども、めちゃめちゃありますね。それをちらっと僕もなんか開いちゃって見ちゃったんですけど、はい、それでも楽しめたってすごい内容だったなって改めて思うんですよ、はいはいはい。